アートロスアートロスことアーサー・ハウィーロスはカナダ・オンタリオ州生まれの元プロアイスホッケー選手で引退後は NHL 及びその前身であるニャーチームのコーチ、レフェリー、GM などを歴任した。アートロスは1886年オンタリオ州ノートンで生まれ、ケベック州モントリオールで育ち、ここでアイスホッケーを学んだ。長次でニャーのオタワのヘイリーベリー及び モントリオールワンダラーズで8シーズンにわたって選手として活躍した。この間、1907年にはケノラシスルズで、翌1908年にはワンダラーズで、それぞれスタンレーカップ優勝を経験している。ワンダラーズは NHL の発足年度となる1917から1918シーズンからこのリーグに参戦をしているが、ロスは NHL ではわずか3試合しか選手として、 出場していない。この後、レフリーとして活動する。NHL の1924から1925シーズンから、ロスは、ボストンブルーインズの初代ヘッドコーチに就任し、チームを3度のスタンレーカップ優勝に導く。さらに、その後、ブルーインズの総支配人に昇進した。1949年には、この年選出された12名の中の一人として、ホッケーの殿堂入りを果たす。 ロスはアイスホッケーの試合に用いるパックについて従来用いられた天然ゴム素材の代わりに合成ゴムを使用することを初めて提唱したと伝えられている。これによりより堅実で矛盾のないゲームを楽しめるようになったとされる。またロスはホッケーにおけるゴールネットの形状についてアルファベットの B のようにたるみを持たせた形に工夫したとされる。これにより ネットから跳ね返ったパックが選手を直撃する危険を少なくすることができるようになった。NHL では1947から1948シーズン以降、レギュラーシーズン通算で最高のポイントを獲得した選手にはアートロスの名を刻んだアートロス記念賞が授与されているが、このトロフィーはロスが寄贈したものである。この賞の受賞基準について仮に ポイント数が同点のものが複数存在した場合には最多のゴールを挙げたものが受賞資格を有する。また、それでも受賞者が決しない場合には出場試合数の少ないもの、次に最も早期にゴールを挙げたものの基準により受賞者を選出する。それでも決しない場合は受賞者は複数とされる。ありがとうございます。